はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、7面のボス来ました、ロボマスターグレートチキン、なんだったなんかチキンなんとか、チキン南蛮、僕は大好きです。よろしくお願いします。よし、じゃあ例のごとく、ムービーはカットさせていただくでござるぞ。くる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 。さあ、なんか、よくわかんないロボットが出てきた。何をしたらいいんだ。何をしたらいいんだ。とりあえず、股の間をくぐろうと思う、僕は。くぐろうと思う。くぐったらどうなるのかな。とりあえずくぐってみたけど、だって攻撃手段掴んで、こういうことだよね、こういうことだよね。オッケー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 。オッケーオッケー。やり方は分かったから、いや、怖い。ちょっと集中。一本集中。早くなったよ。早くなるよ。あい、ちょ、蹴られたんだから。あからさまに蹴られたんだけど。早くこっち。早く、来てくれ。なんだ、ちょっと、急に走るんだよ。もうわかんない。チャンス、さっき急に走ったのが割と今トラウマになってて動けなかった。怖い。体が硬直するってこういうこと言うのね。あの、巨大な岩からさ、襲われた時にさ、あの、真後ろに逃げるやつと一緒ね。うん。それね。真後ろに逃げなくて横にそれればどうにでもなるものをさ、あの、真後ろに逃げるアニメと一緒ね。あの、バカバカしいやつね。なんでダメ。あ、これ釣りとかあるの。あ、ちょっと踏み潰される。え、フェイント多くない？これ正解でしょ。えぇ、はい。壊れた。勝ち。違う、なんか俺、このボスどっかで見たことあるよ。これ、別の会社のどっかで見たことあるボスだよ。なに、卵、あ、ちょ、めっちゃ今当たると思ってなかった。当たると思ってなかったけど、違うの？踏めてないの？嘘。え、どっち？今のは何？踏めてないのが不正解なのか、何が不正解なのかちょっとわからない。ハートが欲しい。踏めたのが正解。よし。踏めたのが正解。結構きつい。いやー、これ、範囲攻撃広い。ハートが出ないし、早い。取れない。よし。マジ、えぐい。マジ、えぐい。ちょ、ハート出ない。よーしょ！うわー、えぐい！ダントツ、ナンバーワン、こいつ。ほんとえぐい。多分、かかってる時間も多分めっちゃかかってる。10分以上かかったの初めてだ、ボスで。えぐい。マジでえぐい。なんつうんですかね、なんか、もういいや、一発で。あのね、すごい RTA のセットアップやらされてる感じだった。めっちゃ精密な操作が要求されてました、ずっと。さあ、8-1、やっときました。ボルケーノエリア。火山エリアですね。ファイヤーキャッスル。さあ、どこまで続くんか、このドンキーコング。結構面がいっぱいあるね。ね、ロストワールド的なやつが、なんかドンキーコングって僕のイメージだと8面までで終わるんですけど、もしかしたらなんか、空気的になんか終わらなさそう感が若干あるんですが、それはみたいな。
唐辛子みたいに出てきたよ。バブルだよ、バブルマンだよ、バブルマンだよ。もうとりあえずパ、俺さ、ここの下に絶対なんかあるんだけど、いいこれ。やっぱあるよねー。あるやつだよねー。こういうのちゃんと見ていかないといけない。いい、これは振って消す。え？あ？あ、ちょっと待って、届かない。届かない、届かないことがちょこちょこありそうだから怖い。ちばーん！まあ、ここにありますからね。ちょ、あーっと、怖っ、ちょ、怖っ。もうさ、多分、こいつはね、吹けばこ倒せる。だよね。なんだ、それは。当たり判定が謎。当たり判定が謎いいよ。なんか、いろんなところから出てくるから、マジで。じゃあ、わかんない。あ、死なない。なんか、前触れなく出てくるくない？え、ちょ、待って。え、いける？あ、ちょ、待って。これ、無理くない？無理じゃない。え、でも、左上に行きたいんだけど、行けない？え、なんも、な、バナナかよ。バナナかよ。釣られたクマ。ちょ、待って、狭い！いやー、危ね！ちょ、待って。あ、しかもなんかあったし、足場みたいな何がしがあった。全然見えてなかった。全く見えてなかったです、今の。はい。で、叩いて、ハート出てくる、ファイヤーマン、ファイヤー。ああ。違う、危ね、もう怖い。これ叩いていいやつ、ぶっ壊しちゃったけどいいやつ、大丈夫。これ先に右行かなきゃいけないやつじゃーん。チーン。ちゃーん。しかも足場も消えるやつ。え、もうなんか、えぐいとかいうレベル超えてきてないか、これ。大丈夫。あ、これ順路マン。あ、これいろいろきつい、いろいろ、あ、そこまでね。そこまでね。もうさ、あの、曲がるときに曲がりまーすって言ってほしいんですけど。え、これは、真下から何かが出てくるから、これが過ぎたぐらいのタイミングで、行って、こっちに何かがある。はい。で、ボーナスステージがあるよ。よし。OK。冷静でしょ。普通に冷静でしょ。ちょっとさ、足場と背景が暗すぎて見えないんだよ。ちょ、申し訳ないんですけど、そういう。そういうとこちょっとケチ、愚痴って言っていいですか？オッケー、ナイス。ふぅ、まあ、とりあえずは、一個取っていきましたけども、いや、大丈夫。そんな安直にやらかさない。はい。何もない。物もない。一回これはしゃがんでから前行く。はい。足場ができて、チコチコ言ってるから、チンコ、よし。大丈夫ね。なんか意外と順調で、意外となんか難しそう。しゃがみが遅かった。あ、嘘！マジか、今、出なかった。しゃあない。いやー！今のガード強い！いや、ちょっと、マジで間に合わなかった。うわ、マジか。あいつに荷物持ってかれた。つらい。下も見てる。大丈夫。ただ、これ多分どっかで頓死する。このパターン多分どっかで頓死するパターン。いやー、これどっち行けばいいのかがわからない。なんかでも下は違う気はするけど、行ってみたいというあれに駆られて、やっぱそうですよね。え、あ、ここジャンプできる。あ、やばい。ちょっと待って。待って、怖い。マジ怖い。あ、ちょっ、本当に怖い、マジで。ちょ、どっから何が出てくるかわかんない。見てない。いや、もう無理だ、それは。完全にローリング入ってた。どっかわからない。わからない。もう先行く。いや！いや、マジ、計算され尽くしてるでしょ、こんなの。これはもう下行かない。もう。よし、オッケー！なんでそこも崩れるの？いや、これはね、マジで、一瞬で持ってかれるステージすぎて、あ、マジか、やった。さあ、9-2、ホットロケット、やっていきましょう。とりあえずは、ちょっともう一個一個頑張ってやっていくしかないんですけど、もうだんだん喋れなく、
あれ取れ、あれ吠えれる？え、ちょ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 、いきなりすぎる。あ、傾くのね、傾くのね、傾くのね。傾くんだったらワンチャン！オッケー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 。いや、マジでむずいね。まあ、わかった上でやってますけど、こっちとしても、迷ってる。はい、オッケー。はい、オッケー。いや、ほんとむずいね。いや、もうこの辺はね、マジで、初見一発クリアできるポテンシャルがある人が、この国にいるのだろうかぐらいなレベルな気がする。多分、任天堂も一発クリアできるとみんな思ってなくて作ってるよ、これは。そういうやつだね。あ！なんもなかった。全部取ったけど。あー、狭い！攻めー！攻めよー！攻めよー！いや、攻めちゃー！いや、もう、こんなんさー。こんなんさー。なになんだ、なんだ、なんだかんだ。叫んだって、無理。いやー、もうなんか、どこ、私は、見たらいいの？いや、今下がんないかダメか、あれ。いや、マジさ。いやー、かすめた。いや、取れないよ、あれ。喋れねえって、これ。これ、喋れねえよ。実況なんかできねえってばよ。実況なんかできねってばよ、こんなの。なんだよ、そのシラス。シラスマーン！シラスマーン！いや、マジ無理。マジ無理ある。マジ、どこだよ！マジで！いや、もう、ちょ、本当に。いや、無理。わかんない、わかんねえ、わかんねえ。いや。いや、いや、もうリアクション取るので精一杯で、マジで。あ、わたはぁ、えぐいっすわ。マジえぐいっすわ。もういいっすわ。もう、次行きましょう。えぐいっすよ。八の三、灼熱トロッコ。灼熱のトロッコ。もうなんか、ゴリゴリ難しい。ギミック的には全部一緒なんだけど、もうな、中身がエグすぎてですよね。まあでもね、ドンキーコングのね、最終面近くですから。なに、ちょ、いきなりそういう、いきなりするのやめない？いきなりするのやめない？痛い。ちょ、いきなりするのやめよ。なに、あ、もうこれ乗る感じ？あ、乗らない感じ？え？行っていい感じ？え、あ、下にあったよ、なんか。下にバレルあったよ。あ、分離式ね。あー二頭もない、と思います。上！はい。いやー怖、マジで怖いマジで、マジ何それ。いやあ、中間、ここハートでしょ、さすがに。違うの、マジでこういうのハートじゃないあたりがめちゃくちゃエグいんだけど。マジでもうこれは体力維持しかねえからさ。あ、死んだ。早かった、全然早かった。うん、いやあ、いや、マジやばすぎる。いや、マジ、ちょ、待って、はぁ、いや、ほんとにやばいんだけど、ここ。いやー、マジ。え、当たんの、それ。ちょ、待って、ほんとに待って、ほんとに、どこ、ほんとに待って。いやー、なっちょ、もうほんと、マジ無理すぎるんだが、マジで。マジで。いやー、な、ま、ほんとにむずいんだけど。あのさ、今のさ、中間直後でさ、10、いしょ、まぁ、あ、
15機持ってかれてるんだけど、マジでエグいんだけど、あそこ、あそこのセクション、むごすぎるよ。むごいわ。エグい声越してむごい。むごい。むごい。マジむごい。あのさ、来た。あそこだけだわ。あそこがマジ。ほんとエグかった、マジで。マジむごかった。マジでほんと、ただの沼だった。はい、8-4、煙のホットロード。あ、影面。影面はね、影面でね、まだね、なんか、割とどうにかなりそう感はあるんだけど、なんかでもありそうだったな、今左上。よし、とりあえずは、とりあえずね、とりあえず、この動画ラスト、ちょっと頑張っていこう。ランビ。ランビが、どこかにいる？あ、ランビある。で、あそこで出てきて、こうランビを叩いて乗る。あれなんですね。結局、何？ああ、出てきた。やっぱ、なんかあるよね。あっ！ちょっとさぁ。にゃ、まあ、あるとは思ってたんだけど。あるとは思ってたんだけど、今さぁ、そこさぁ、パズル出てない？出てないか、ちょっと。あ、出てないわ。あ、これでいいね。オッケー。とりあえずじゃあ、ランビ使って。前回のランビ面は一番最後までランビ持ってかなきゃいけなかったっていうあれがあるので、ランビをちゃんと大切に持ってく。だって多分ランビ、うわぁ！そういうギミックもある。え、これ逆にランビだと取れないやつなんじゃない？これ。え、これ逆にランビ乗り捨てないとダメなやつなんじゃない？いや、無理でしょ。え、これ無理じゃない？こうで、こうしてこう。あー無理だこれ、取れねえ。ランビで壊しちゃいけないやつだった。あ、無理だわ。つら。逆にランビ面だからこそランビを使わないギミックも取り揃えておりますみたいな。やめて。やめて。ねっとりした何がしやめて。これね、多分ね、上から鎖で繋がれてるやつは、あれ落ちない？ドシンドシンとかやると落ちるの。いやもうこれもじゃん。これもなんだけど。これも、なんか、ランビ面なのにランビを使うべきなのか使わないべきなのかが非常に悩ましいんですけど。取れないものもあるし、ランビじゃないと取れないものもあるし。そこら辺は何回もやっていきながら、やっていくしかなさそうみたいな感じっすね。あ、なんか鎖があれなやつがダメなのか。あ、鎖がドシーンって落ちてきたやつが、ダメ説、いずある。これ、大丈夫取っていいやつ全部取るやつよ。落ち着いて。オッケー。はい、ナイス。ナイス。すごい、だんだん理解してきた。だんだん理解していきながら、なんかキラキラしたよ。何かがキラキラしたよ。え、絶対もうこれ壊しちゃいけないやつだもん、今俺。壊しに行った瞬間に、あ、察しってなったもん。なったからもう先行くもん。知らないもん、もう。知らないもん。ちょっと怖い。逆に、いや、頭使えた。ああ！なんか今落ちてこなかった。何か今、なんか DK パネル的な何がしが落ちてきたような気がしなくもないんですけど、もうそんなことも知らねえわ。もうすべて知らない。すべて知らないで片付ける男。おー、いけるか、いいよ。知らねえ、もう K しか取れてねえけど。知らねえ、俺は知らねえ。やっぱクリアするだけだったらね。まあって感じですけど、もう相当ひどい結末ですよ、これ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ということで、5月からアイコンが新しくなりました。YouTube のヘッダーと Twitter のアイコンとニコニコの動画のアイコンが、全部変わりました。まあ、それ以外のところは要検討中ですけども、まあ、とりあえずこの辺ですからね、最近実況してるのね。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。